さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリームは私が有吉弘行でございます。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ナイスヒップバースデー有吉さん。ナイスヒップ。ヒップバースデートゥーユー。ヒップアップで有吉さん、ナイスヒップ有吉さん、原型がないんだもう。ヒップナイスバディ有吉さん、ハッピーヒップデイニューユー、ナイスヒップです有吉さん、ヒップボディ有吉さん、ナイスヒップナイスバディ有吉さん、それ2番と一緒だけどほとんど。ハッピーヒップデイ有吉さん、どういうこと、行く。 Release so much stress now of the Longevity Program。こんばんは、オートプロの真珠、広島から怪談人、軍人ロックスター、ナイスヒップボディ、有吉弘行でございます。東京半沢門から生放送、サンデーナイトドリーマー、アシスタント、こちらお二人です。はい、タイムマシン3号は山本浩二です。関太です。ありがとうございます。なんかお祝いしていただいて、いやすみません、特に別に何もナイスヒップだと思ってないですし、はい、そんなに歌わせていただきたかったなっていう、ヒップアップデイ有吉さん、ヒップアップデイっていうのがもうナイスヒップデイ有吉さん、ナイスヒップってどういうことなの、ヒップアップナイスボディ有吉さん、嬉しくないでしょそれ言われて、別にナイスヒップデイトゥーユー、どういうケツ上げちゃうんだ今日も、いいケツ上げ、今日も頭抱えてどうしたんだよ、はい、お前ちょっと色が上がりすぎて毎回思った通りのオープニングならないんですよ、はい、なんかいい画面ですよ、いろいろこう流れ書いてあって頭抱えた1ヶ月間お疲れ様でございました。今日ねラストでございます、はい、悔しいままですよ、最後まで、すいません、分かるまま最後まで掴めなかったですねということでね、鈴木京香さんのお誕生日ということでございます。はい、ね、またね、鈴木京香さん毎年あれなんですよ、はい、あの誕生日おめでとうございますってツイッターであの お祝いさせてもらうんですよ、うんうん、そしたら今日も久々に鈴木京香さんのブログ更新されておりまして、あら、あら、有吉さんお誕生日おめでとうございます、あら、素敵な関係、やり取り最高ですね、こういう大人の余裕のあるね、やっぱりやりとりですよね、本当に優しいよね、だって本当に素敵だと思う。俺の名前なんて出したら口が腐っちゃうの本当は。あんな素敵な女優さんが、まあ、そうですかね、うん。それなのにあえて口が腐ろうとも、はい、手が腐ろうとも、そうやってやってくださるわけ。有吉なんて言葉を。はい、ヒゲなさらず嬉しいですね、はい、最高です、ありがとうございます。クリント・イーストウッドさんも90歳おめでとうございます、はい、ごゆっくりしてくださいね、ますますお盛んでございます、ね、ということでどうですかお二人、はい、どうと言いますが私の、まあ、誕生日5月31日という日、思い出ありますか、はい、5月31日ここに限定的にですか、思い出ここに難しい MC ですか、5月31日の思い出、6月の前ですからね、そうなんですよね、梅雨の前ですよね、覚悟、はいはい、がありますね、はい、はい、ジューンブライドに来月からなっていきますから、はい、はい、難しい今日の思い出、あ、今日の思い出、5月31日といえば何か思い出ないですか、5月31日の思い出、心に残ったよう なんか印象、ちょ僕からしたら平日なんですよね、そのいやすいません、その誕生日とか、そうですね、ちょっと過去には特別な日は僕はちょっとなかったですけど、ま、メーデーだ、メーデーメーデーだよ今日は、メーデーです、メーデーがすごいです、お前メーデー舐めたな、舐めるっていうかそのいやなんかエピソードトークっぽいことを聞かれたんで、お前メーデー団体から怒られる、いやちょ勘弁してください、いやどなんて謝ったりか分かんないです、何ですかメーデー団体分かんないですありそうじゃないですかあるだろうね、絶対それあると思いますけど、うんうんうん、
山本さん。僕ですか。あなたなんでそんな逃げられないですよ、はい、席がやられてる時ニヤニヤして、はいはい、好きなんですよ。俺に回らなくてよかった、はい、どうですか。いや僕は来月自分の誕生日があるんでちょっとストップウォッチで測り出し俺のトークを何だろう何だってなんだ来月自分の誕生日があるんでこれへの足がかりということで5月31日6月、はい、そこまでです。なんでこんなタイムアタックみたいなトークさせられなきゃいけないんですか。何秒ルールだったんですか今。そうですか。じゃあ5月31日あんまりないですか。私以外には、真鍋かおりちゃんですね。ああ、はい、日高のり子さんですね。タッチのみなみちゃんの声、はい、いつまでクリントイースト変わらず、あと昔で言うと土方歳三ですね。すごいね。鬼の副長と呼ばれた、うん、自然味。私も土方歳三の生まれ変わりとしてはね、はい、やっぱりこうありたいですね、はい、鬼の有吉と有吉よりも3年今夜も最後までお付き合いください。 Day Night Dreamer Live on airSunday Night Dreamer。さあ、東京半蔵門から生放送、有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。はい、今夜のアシスタントはタイムマシン3号山本と関太です。はい、そして有吉弘行さん46歳のお誕生日。あの年齢非公表いつからですか。はい、いつからそんなことに。私は犯罪者でもないのにそんな私の年齢とかプライベート公表しないでください。非公表です。ああすいません。はい、すいません、ちょっと、はい、すいません、すいません。いや、こちらこそ。私年齢非公表なんで、はい、まさかのでした。今走り出してる感じ分かりませんでした。今おめでたいところへいやいや、そういうなんか同調圧力に私は負けません。そうなんです、めでたいことなんで。私はそういうのに負けません。じゃあ空気読めないなと言われてもね、わ、はい、かりました。じゃあ自分を貫きます、はい、年齢はね、はい、非公表です。わかりました。それは失礼しました、はい、こちらが。じゃあ改めて言わせてください。有吉弘行さん、ね、年齢不詳年齢不詳じゃない、非公表なんだけど。非公表、別に年相応だと思ってるから。そうです、年齢不詳ではないです。、うん、調べてあげたけどよく分かんなかったみたいなことになってんじゃん。そうですね、はい。俺山猫じゃねえんだから。いや、そう、まあ、それ。お誕生日おめでとうございます。ナイスヒーパー、もういいですよそれ。ナイスヒーパー違うんですよ、なんか先に言っちゃうし。ここで改めてお誕生日のスタッフの総意でこれ流してみたいなことなんですよ。予定調和がやっぱ通用しないんですよ。お誕生日ぐらい予定調和やらせてくださいよ。1年に1回ぐらい予定調和がいかないのが私の魅力。山猫みたいな。山猫を例えてくださいよ、さっきから。あんまピンときてないですよ。なんとさっきうんって言いましたけど、お前年齢はどうったんだよ。だって俺分かんないけどうんって言うだろ。年齢分かんないとか。山猫なんだろうな。肉まんじゅう。いやいや、分かんなかったんで山猫すいません。はい、とにかく今日お誕生日ということで、はい、年齢非公表ですけれども、今回有吉さんがいくつだろうお誕生日迎えられたので、はい、お誕生日迎えましたでいいじゃない。迎えま、そうですね、5月30日、5月31ですね、ごめんなさい、5月31日に、はい、有吉さんがお誕生日を迎えられましたでいいでしょ、はい、そうですね、うん、年齢は非公表、あえてつぶだてなくていいんじゃない。なんかそんな女優さんが言ってそんなしつこくやんないだろ。まあ確かにそうですね、そんなには言わないですけど、ただ去年が45としっかり言ってましたんで、今年からいやだけど、今年か、はい、私の自由でしょ。いや、そうなんですけ ど、あんま途中から非公表っていう、隠すようなあれでもキャラクターでもないし、隠す隠さないじゃない、こういう、はい、やっぱ世間の流れですから、あんまり年齢とかそう立てて、いくつなのに綺麗ですねとかさ、まあまあまあ、いくつなのに幼稚だねなんて、ちょっと私はちょっとそういうのはちょっとあんまり好きじゃないなって。あ、そうですか。好きじゃないのとか、ごめんなさい。土方歳三そんな感じ言わないと思うんですよね、きっと。土方歳三はだって早死にだから、あ、うん、はいはい、行かなかったってことですか。あんまり年齢のこと言われてないから。それ土方歳三だってお前45だ、40超えてきたら、はい、おい誰だ俺の今年齢言ったの。めっちゃピリピリしてるじゃん新選組。誰起きた。それ起きた言っただろ今。仲いいですよ絶対。おい近藤さん、何ですかこれ。
いや俺のカッコで45って書いてんのこれ。めっちゃ詰めるじゃないですか。なんですか。なんで怒ってんすか。なんかそれは大事なことですよ。若いから。はい、わかりました。じゃあ、はい、お誕生日をお迎えになられました。そういうことおめでとう。はい。何ちょっとクレーマーみたいな。いやそんなことないですけど。言ってない。俺が主役ですから。俺がはクレーマー。はい、そうなんお誕生日をはい、いいことにクレームを言うおじさんみたいになってる。そんなことない。お誕生日クレームおじさんになってない。山猫じゃないんだから。わかんないわかんない。万能じゃないんだ山猫ってそんなに。気になってきたな。おじゃれな。何？いやとにかく、はい、お誕生日を今日5月31日迎えられたという。ということで、うん、メッセージテーマ募集しますが、うん、今回のテーマ毎年恒例こちらです。有吉さんへのバースデーメッセージ。まあ、人のお祝い してる余裕があるやつはいないと思うけど。いやそんなことないと今日ばかりはみんな、はい、ゲスナーの皆さんから有吉さんへのお誕生日メッセージを送ってください、うん、おめでとう、うん、日頃の感謝の気持ち、うん、私生活のアドバイスなどなど、お祝いのメッセージならどんなことでも OK です。お祝いならね、もちろんです、うん、めでたい言葉を送ってください。誹謗中傷やめてよ。いやないですよ。やめてくださいよこんな日に、うん、皆さん誕生日バースデーメッセージで誹謗中傷やめてくださいよ。そんな人間は聞いてないですよ。そりゃそうっす、はい、早く死んでほしいですか。いやいやそんなことはない。お祝いする気持ちしかないです皆さんは。はい、有吉弘樹の誹謗中傷する際もちゃんと住所と名前書いておく。いやまあ、それとも最悪クソ送りつけて。お誕生日に何言ってんすかもう。冷凍。いや何の感じで山猫みたいなこと分かんないよ。山猫すっげえ気になってきた。本来バンドの山猫って。どうぞどうぞ。はい、有吉弘樹の進行が違うんです。絶対違いますよ。死んだら一個一個ブレスで入ってくるんですよ有吉さんが。チンとタラだろお前。面白そうだな。なんかできそうだぞ。はい、はい、有吉弘樹のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉ラジオと検索すれば出てきます、うん、早くハリオムのお祝いメッセージ流せよ。いや流れでやらしくださいよ。いやそれもどうあるかどうか。私はインド料理ラニーの店主、はい、ハリオムさんからメッセージもらってんだろう。いやそれはちょっとまだ私はさすがにないと思いますよ、ね、そんな暇じゃない、まあね、お暇じゃないでしょうし、インド家庭料理、はい、ラニーそんな暇じゃないですから、はい、移転しましたんで、はい、まあちょっとそれあんまりそれ以上言わないでください。ラニー俺なんかお前、はい、カレー業界はもうハリオムさんも知ってるけどさ、はい、俺なんてお前あの日江戸川区のインド人街のアンバサダーだからな、はい、俺もうインド人街のチャンドラニ会長まで知ってるんだから。もうハリオムさんぐらいもう本当に何とも思ってない。いやいや大事にチャンドラニ会長知ってるんだから。いやそりゃそうですけども、昔からのそうですね、大事にしましょうよ。ただあるかどうかまだちょっと分かりませんので。あるよどうせ、はい、なかったことがないんだ。逆に言うと、いやでもいつまでもあると思うな、ハリオムさんですよ。いやそれなくなる可能性があるから言うな。そういう不吉なこと言うんじゃないよ。占い師みたいな顔して。島田さん言われてる俺。やだ。だからいや毎年だから言ってんのよ。こんなごね方したくないのよ俺も。はい。はい、もっと誰かいねえかっつってんのよ。いやそれは。たくさんの方がお祝いしたいっていう。インドの方でもいいけどさ、俺もインド好きだしね、はい、カレーも好きだし、はい、うんうん、インドにはお世話になってるから人生観あの変えられたっつったら大げさだけどさ、はい、まあいいとこだな、僕のアナザースカイっていう感じですから。あのいいんだけどさ、はい、それでもやっぱムツオドルマハラジャン出てた女優さんからコメントもらってくるとかさ、綺麗な女優さんいっぱいいるんだからインドなんて。まあ、そうだろ、ね、はい、ロブシャラマン監督からもらってくるとかさ、インド系の、はい、いろいろ、来た上での精査してますから。精査して結局お前何を言おうとも、はい、何を期待して、はい、あのこう煽り立てようとも、はい、ハリオムさんからのコメントがあって終わりだよ、ね、まだわからないですから。まだ分かる。それはまだ分かります、はい、ただ来ていることは確かですね、はい、来ている。やっぱり誰かから来ていることは。はい、はい、流せ早く。はい、めでたいということで、ありがとうございました。どうも、江戸家庭料理ハリオムです。あの方からメッセージが誰だろう。届いていますバースデーメッセージです。どうぞ。どうも、横浜市のスッキークインド家庭料理のラニのハリオムです。お誕生日おめでとうございます。Happy birthday to you. This is maybe 46 years you're gonna be
So wish you all the best and very happy birthday. Many many happy return of the day. I always talk to you like every your birthday. それでなんかおかげさまで、あの本がで作りましたんで、インドカレー自分で作れってよかったら見てください。よろしくお願いします。でもあいつあのファンがすごいとてもお店に来て僕と写真撮りたいってよく言ってるから、まあ本当にいつか時間あったらお店に食べに来てください。あと今コロナが始まってるから、うん、体本当に気をつけて、うんうん、Please take care yourself。 コロナにあの負けないように、うん、俺もガラガラガラよくやってるから、うんうん、今もやってます。やんなくていいよできる、まあ、コロナに負けないように頑張りましょう。Thank you very much. See you. Bye bye. 何やらずよ本の宣伝してたじゃないかついには出しましたね。何出世してきてんだよ。ちょっとずつ着々と、はい、ハリオンさんの本ですね、はい、インドカレーは自分で作れというタイトルで。なんだそのお店の人間が言う言葉じゃねえかな本当だ商売上がったけどもすごいな。そうだ な, な自分ちで食えみたいなもんですもんね。ハリオムさんだったら ほぼ一緒だったら、インド料理家庭料理ラニのハリオムです。ちょっと感が鋭いと言いますか、ハッピーバースデー白髪エストロー自分一個でしたね。ビューケロケロセロスコメント毎年一緒なんだ、はい、毎年お伝えしたいっていう気持ちがありますからね、ハリオムさん。どうお願いしてんの、うがいしてくれっつって短いし、もっとやらしてやらせないとダメだ、しっかり。そうですね、1分。そうですよね、確かに、うんうんうん、終わりな。じゃあもう今日も今年もこれで誕生日終わりか。いやそんなことはありません。なんだ俺、まだまだこうメッセージ、はい、もしこれ聞いてる方いたらね、送っていただければ。そうですよ、はい、メッセージなんて誰から来るんだよ本当に。もう鈴木京香さんが、はい、自分からちゃんと積極的に動いて鈴木京香さんが受けてくださるっていうだけでもう終わってんだ俺の午前中で誕生日は。いやそんなことありません。ここに来る頃にはお前、まあ、またハリウムかす、もう誕生日気分ももうゼロだよお前。あそっか、それで毎年毎年ありがたいけどな、はい、まあ、ありがたいけどお前、はい、今日もケンタッキー の, あのパーティーバーレルが置いてあってさ、はい、結構長い時間置いてあるのかも、下の方油染みちゃったさっき箱持った時も手びっちょびちょになってたお前沈殿してちょっと今日は早めからスタンバイの、はい、嬉しいよこれ持って帰って、いつもこれをな、も、はい、いつも家に持って帰ってな、はい、一人でこれとな酒飲むのよ、はい、寂しすぎるだろいつも。そうですね、3個食うよ行きますね深夜に。いい、楽しいですね、最高の時間だよ。いや確かに今日なんてあれだね、タイムマシンは今日悪い日に出会ってしまったから、はい、また誕生日プレゼント渡せないけど、いやいやこれはこんなありがたいですよ。当日なんてなかなかないですから、はい、僕は去年も関が久々に漫画チョイスしてくれまして、はい、そうですね、ちょっと読んでないんじゃないかっていうのをおすすめの漫画ね。そうですね、大体 5作品ですか。5作品5作品用意してくださって、はい、2作品も読んでました。それがやっぱ悔しいんですよね。それはもう高井さんにあげましただからそうなんですよ、毎年高井さんにちょっと本あげてる感じが目の前で。いやでもやっぱ選ぶときに高井さんの顔はよぎるんですよ、これ読んでたら高井さん行くよなっていう、はい有吉さんにあげたいのにこれあの僕らの勝負なんですけど3本。そうですね、一応高井さんにあげたのはなんだ、ワルキューレなんだっけ、はい、週末のワルキューレ と、ゴールデンゴールド。ゴールデンゴールドは俺読んでましたんで、はい、そうなんですよね、はい、そうなんですよ。あと3作品だね。そうですね、そちらはまだ読まれてないので、ま、面白いと思うんで、ツイッターかなんかお願いいたします。で山本からは、はい、恐ろしいことに、はい、あの新日本プロレスの若手が使うコシティっていうあの、はい、木の棒の重りでね、うん、筋肉つける木の棒をもらいましたけど、そんなもん上げてないですよ。コシティ、そうだと思ってた、カルボッチさんが使ってた、コシティプロレス鬼の金棒みたいな形の木の、はい、木のトレーニング道具を山本さんからどこで買ってどこで買ってくんですかそれ作ったね、作ってないよコシティ確かに暇あったけどだいぶ。コシティって何ですか何回説明すればいいStay night dreamer live on air. Sunday night dreamer.さあ今日のメールテーマはね、あの本日私有吉が誕生日ということでバースデーメッセージということでございますけどね、もう一
1億通を超えてる。あら素晴らしい。ラジオの洋梨スター FM サイン、有吉さんお誕生日おめでとうございます。有吉さんのその美しいお尻のヒップアップの秘訣は何ですか。これはすごく、まあ、ヨガトレーニングもしてるんですけど、まあでも基本的には暇さえあれば歩く、一息もう一息もう一息っていうことでちょっとずつ歩いてるのがすごくヒップアップの原因かなと思います。あと自転車も漕ぎます。受け止めないでください。こんなの言う人いますね。ヒップナイスバーディアリオシさん、ナイスヒップバーディアリオシさん、耳残るな。ヒップアップボーディナイスヒップデイ、ヒップアップデイトゥーユー。誰が言ってんだろう、俺誰かが有吉さんに言ってるんだよな、これ。尻を上げる日ヒップアップデイトゥーユー。ボロが異様にいいですね。何だろう、ラジオネームすぎすぎ。有吉さんの誕生日である5月31日は世界カワウソの日でもあるそうです。この記念の日に有吉さんから、アリちゃんカワウソからメッセージいただけますか。キープキー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 キなんかリズム取ってんな。なんか言ってるんだよな。絶対に取れねえんだよな。ラジオネーム杉並のクレイジーボーイ FM 岩手。有吉さんの年齢は非公表なので僕はずっと18ぐらいだと思ってました。年齢が近く兄貴的な感じでしたよ。まあね、あんまり公表はしてませんからね。あの人と一緒ですから、吉田羊さん。ああ、されてます。吉田羊さんと私は年齢非公表。ああそうなんです。最近ではね、まあ有名なところではね。知りたい実は。いや、まあもう誰も乗ってますぐらいかなっていうのはありますけど、はいはい、もし教えていただけるんだったら、うん、せっかくですから。二十歳です。いや、受け止めらんないですよ。難しいな。ミットボロボロだもんな。俺のそれは剛速球受け止められるわけ。お前そんな、お前雑巾みたいなグローブじゃん。違う、荒れ玉なんですよ。お前昭和の初期じゃないんだから。そんなグローブ、お前今時そんなグローブ使ってるやついないよ本当に。そうじゃなくても、もう今メジャー仕様のやっぱりバシッとパッといい音するグローブ使ってますから、みんな。そうですけど、そんな雑巾じゃ受け止めきれませんよ、私の20歳ボールを。私の20ボール。大リーグボール。これ玉なんだよな。ラジオネームチーズ撲滅派。有吉さん、靴のサイズは非公表でしょうか。これはちょっとこれはまた特にプライバシーに踏み込んできましたね。いやー、そんなに別に、うん、私は足のサイズはだから公表してますよ。 26.5 です。公表はね、はい、あれってことはもしかしたら実際は、はい、23.5。 ちっちゃ。より知りたい。恥ずかしい。ちっちゃ。え？なんで大きく見せたいんですか？荻野目洋子さんのね、はい、パンプスが履けます。あの、ダンシングのやつの足できるんだかかとね。ないんですよ。何じゃないんですよ。ちょっと遅れて。笑い上手。いや、それはありがたいですよ。ちょっとリモートだから時間が。いやいや、面と向かってます。曲行ってください。はい、曲行きましょう。ラン DMC の MC、ダリル・マクダニエルズさんもお誕生日おめでとうございます。ラン DMC& エアロスミスで、Walk This Way。ダンディ MC さん、最後俺、はい、お誕生日コメントあるかと思ったら今回そうです、すいません。じゃ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 んじゃねえんだよ。じゃ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 んじゃねえよ。最後おめでとうございますとかないのかよ。いや、まあまあ、なんでこのためにわざ取り直すんですか。この方もお誕生日ですから、やっぱり。あ、そう、じゃあちょっと送っとこうか。いや、そうですね。ナイスヒップでランディ MC さん、ナイスヒップですランディ MC さん。
いや、ワットって言われます。ナイスヒップアップですね。ランディ MC さん、ナイスヒップです。届かない。届いてないですよ。なんでよ。届かないです。こんな極東の力じゃ届かない。いや、そんな言い方はしてないですけども。そんな言い方してないです、僕は。自覚がないと思うんですよ。そうです。いいお尻だっていう、うん、この方に。もう気づきだよね。気づきをあげたいよね。あ、俺そうだったんだって。あ、俺いいんだなって、ね、いや、思いますかね。そうなんですかね。有吉ゆきさんでネットドリーマー極東日本の、東京半蔵門から生放送でお送りしております。今夜のアシスタントタイムマシン3号山本と関です。はい、続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます、うん、ではニュースいきましょう。まずはこのニュースから。サラリーマン川柳ベスト10発表。第33回サラリーマン川柳コンクールのベスト10が発表されました。そうなんだ。はい、優秀100句を対象におよそ8万6000人による投票の結果、1位には2019年に一大旋風を巻き起こしたラグビーにまつわる、うんうん、我が家では最強スクラム妻娘が輝きました。これはベタすぎない、はい、ちょっと最近のサラリーマン川柳の中では結構極端にベタっぽいね。もうちょっとあっただろうって感じするけど。そうですよね。そして2位がパプリカを食べない我が子が踊ってる、うん、ヘプリンケアのやつね。発音いいですね。はい、ヘプリンケア。ランディ MC さんですか。ランディ MC じゃないです。違いますか。有吉です。有吉さん、こんな、え、以前もっとパプリカって言ってヘプリンケア。音がない、音がない。もうわかんないですよ。夢でパリンレリン。ナイスなヒップで踊ろう。また出てきたよ。ナイスヒップ。すぐケツ押すんだよ。ケツ入りがちだよ。入ってきますね、いいシリンが。ヒップアップ。ヒップアップは今日随分と。はい。3位が、うん、話聞け、スマホいじるな、メモですが、でした。今年ちょっとあんまり僕ピンときてないですね。もうちょっとなんか、おないいね、おじさんにはいいですねっての多いけどね。今回結構ストレートだったね。そうですね、感じがするね、うん、4位から10位なんてのはいかがでしょう。いいのあると思うよ。おじさんはスマホ使えずキャッシュです、うんうんうん、キャッシュですがキャッシュですっていうところが、こういうちょっとこういうのがいいのよ、やっぱり。いいですよ。ジジババも子育て参加ワンチーム。これ全然ダメだ。いや、ダメだ。順位で入ってますよ、それでも。今日始めたのって感じだね。今日始めた俳句だもん。ギガバイト、時給いくらか孫に聞く。これはまあわかるね、まあね。うん、ね、早帰れ、言ってる上司が帰らない。これぐらいがいいんですよ。これぐらいのがいいんですよね。なるほど。今のはね。はい、じゃあ関さん、一つ。はい、川柳11位、関さんの投稿作品です。はい、嫁寝てる。嫁寝てる、マナーモードで。マナーモードで行ってきます。行ってきます。ピンときてない。嫁寝てる。マナーモードで行ってきます。はい。はい。起こさないようにって、立場の弱い旦那さんが。うん、うん、うん。行ってきますって言いたいけども、行ってきますっていう、ちょっとこうマナーモードで出てく哀愁というか、はい、あれめちゃめちゃバイブなってる。あれなんだろう、めちゃバイブなってる。着信かな。マナーモードかな。そのマナーモードじゃなくて、いや、なんかどうですか、今のこのサラリーマンの、まあそんなラジオは、こんなラジオで今そんなラジオある？電話鳴ってる。何喋ってんのに。マナーモードで失礼しました。マナーモードなのにうるさかったです今。一旦ブレイクします。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.jp/dreamer。はい、引き続きニュース。はい、続いてのニュースはこちら。スパイダーマンになりたくて毒グモに噛まれに行った少年たち入院。えー、はい、
ボリビアでスパイダーマンになりたくて自ら毒蜘蛛に噛まれた3人の少年たちが入院することになりました。黒ゴケグモを発見した3人はスパイダーマンのようなスーパーパワーを得ようと、少年たちはクモが全員をちゃんと噛むまで棒でつついたそうです、うん、翌日には熱と震え、筋肉の痛みで子供病院に移送され、回復まで約1週間の入院生活を送ることになりました。これやると今度はスパイダーマンのそういうシーンが問題だとか言うけどさ、これ一番の問題は親ですよ。させるなよバカ。まあそうですね、ともですよ、くだらないですけどね。まあでも少年らしいニュースっちゃ少年らしいニュースですよ、うん、本当はね、こんなの本来バカだねで終わりですけど、はい、うーん、俺もそうやりたいな。何をですか？スパイダーマン憧れますか？うん、まあ、私のハロウィンスパイダーマンかな。ハロウィン行きます？チンチンから糸出してそんな何本も出せるもんじゃないですめちゃめちゃ捕まって終わりですよ、ね、いや本当に渋谷の街で本当にチンチンから白い糸出してちょっと透明だったりしてだったりしてないです。薄くなってんじゃないですか。もう知りませんよさっき何回か出してるじゃないですかそれもやめてください本当に絶対に、はい、そのスパイダーマン見かけても、はい、絶対俺だって言わないで顔隠してるからわからないそれはマナー違反でしょ。いやまあそれはハロウィンのルールとしては一個なしよみたいな。それはライガーさん捕まえて、はい、お山田圭一って言ってるのと一緒だから 今言ってますけども、はい、おちんちん出したスパイダーマンにおい有吉だろっていうのはそれはルール違反ですからね僕らは言わないですけどその警察がなんて言うの有吉さん出なくても捕まえ君警察も野暮だな。街の平和を守ってるのにお互 い, いや違う、そういうやつが一番やばいんですよ。街の治安を守ってるなんで物同士が戦わなきゃいけない。いや寂しいな。いやそういう自警団みたいなおじさんが一番やばいんですよ。はい、出てますから。渋谷は俺が守るみたいなやつが。はい。わかりました。はい。まあこれぐらいしておきましょうか。はい。コーナー行きましょうか。あ、メールも来てる。ラジオネーム提案で FM 三重。有吉さん、お誕生日おめでとうございます。有吉さんのイケメンボイスはいつもどんな手入れをしていますか。うん、そんなイケメンのボイスしてますかね。こんな喋り方でしたっけ。そんなイケメンボイスしてますか。皆さん、あれ皆さん、あれ手間ですか。どういうこと何を見て聞かれてるの。元気かどうか。皆さん、はい、お手間ですか。何だろう。お手間じゃないです。お手間クラスイケモンクラスみたいに言わないでください。でもね、それありそうだな、なんかないよ、ないかな、なんかエッチなやつとかで、あ、AV でね、そうそうそうすぐあれすぐ作っちゃうからやっぱ私はそうです、お手間クラスの、はい、ポコ黒いです。いや、パクセロイ、ポコ黒いです。いや、パクセロイね、私ポコ黒いですお手間クラスの遊びすぎですよ。お手間クラスのポコ黒いマジで蜘蛛の小学生と一緒だよ。もう一緒。本当にもう。ラジオネームロマンティックエネゴリ FM 群馬。有吉さんお誕生日おめでとうございます。有吉さんのすべすべのお肌に美しいヒップ、本当に尊敬することしかありません。僕は股ずれに悩んでいるんですが、どのようなスキンケア。そういう方にはもうアドバイスございませんよ。もう本当にバラのお汁を塗ってください。バラのお汁を塗ってください。バラのお汁をたっぷり塗ってくださいね。お願いいたします。コーナー行きましょう。町の賢者でございます。あなたワンカッパーダンボーラーが町の賢者となって、世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。はい、ちょっと手洗いやってたからね、久々になってしまいました。また今日から通常営業ということでございます、ラジオネーム三平。草野大成というジャガイモみたいな俳優さんが沖縄でハメを外して怒られた親友の新田真剣佑に向けてインスタで斜め読みのエールを送った模様です。以下非常に読みづらい原文です。どこのパック使ってるんですかって、なんか、何個か質問あったので答えますね。逆に、何使ってるんだろうか、皆さんは、普段、時間かかるから使わないです。どっちも韓国のパックですね。この二つが
いい味出してるんですわ。左は仕事前、右の方はニキビとかできた時にだけ使ってます。いいよこの俺は。この打文をインスタ上で斜め読みをすると、どんな時も味方だよこの俺は、というメッセージになるとのことでした。いやー素敵だな、男同士の熱い友情最高。人とのつながりが希薄なこんな時代だからこそ、自分の思いをちゃんと伝えなきゃダメなんだよな。んで、ところでお前、メールって知ってる？わざわざバカみたいな文章をこしらえてインスタにアップしなくても直接メッセージが送れる夢のようなツールなんだけど、お前知らなそうだな。わかりやすく説明するとな、インスタは不特定多数の人たちに向けて発信する開けたツールで、 E メールは特定の人に向けて個人的なメッセージを送る閉じたツールなのよ。真剣佑への激アツメッセージ、どちらで送ればよかったのか皆まで言わなくてもわかるよな。はい、どんまいどんまい。これからは E メールでガンガン攻めていこうぜ。こういうもんはね、応援してる自分にも気づいてほしいみたいなところがあるからね。こういうもんはまあ一つのまあ自己アピールの場だから、まあね、メールじゃ収まらないんだろう気持ちは。そうですね。ということですね。なんかやったことないの？さすがに読みとか、木下ゆきなちゃん以来あんまりみんなやんないね。そうね、まあ、ちょっとなんかバレやすくなってしまったというか、新聞とかはあるじゃないですか、応援メッセージみたいな。あるね、カープ優勝おめでとうとかね、ああいうやつで、野球のやつから始まったよね大体ね。ああそうかそうか、それですね。いや個人的にはさすがにないですね。あ、そう。はい。おお、そんな盛り上がんないです。やえ、やってそうですか。てめえやってねえのか。あら、あれ誰だこれ。漫才ばっかりやってんじゃねえか。いやもう漫才とかもやるんですよ。あ、頭文字がクソみたいな顔しやがって。あれ役ばっかりしてるんだろう。あれ、すっきりしてこい、もっとこれ畳にするとね、はい、なんかお手間クラス。どうなんですか。どういうイテモンクラス。イテモンクラスでしょそれ。ほぼ黒いちゃんですね。いや、そもそもの文章むちゃくちゃなんですよ。そう、なんかお手怖かった。お手間クラス言いたすぎて。いやもう尻滅裂なこと言う人怖いっすね。何こう縦読みしたらね。いやそうですけど、縦読み重視強いんですよ。私のネーム騙しやすけしん、巨漢系コメディアンのろかよが先週のサンドリを聞いていたようでこんなツイートしてました。え、有吉さんのラジオが芸能界で私の周りだけ思っていることなのかなと思っていることを根こそぎ言ってました。よかった、こんにちは。お前な、言いたいことがあるなら自分の口で言えよ。有吉さんを盾にしてな、後ろから撃つんじゃねえよ。そもそもお前みたいなズータの人間が誰かの後ろに隠れたとしても体がでかいんだから被弾するだろうしな。先週の有吉さんの発言っていうのは、ザ・ボーイズみたい、早く配信してほしいってやつだろ。それかお前みたいな庶民が声を上げても何にも変わらないけどな、とりあえずアマゾンに尋ねてみろ。いつ頃配信のご予定ですかって。お前はその周りの人間の意見をな、さも有吉さんが代表して代弁してくれたみたいに言うなよ。誰かが言ってるから自分も言っていいっていうのもないのよ。安全圏から人を攻撃するみっともない時代終わり。みんなが一人一人を思いやる優しい社会を目指そうぜ。分かったか、デビ。ひどいですね、これは。これはイエローカード出してもいいぐらいですよ。俺あんま思ってないでしょ、それ。出そうって。ラジオネーム、論より証拠の大ライス。クイーンのギタリストブライアン・メイ氏がガーデニングに夢中になっている最中にお尻の筋肉が切れて動けない状態であることをインスタグラムで明かした。メイ氏は5月7日にマスクをつけた自身の写真を投稿。ありがたいことに新型コロナウイルスには感染してないんだが動けない状態にあると近況を綴った。 Hey メイ、ミーもマスターベーションに夢中になってる最中に足を伸ばしてアキレス腱が切れたことがあるんだぜ。ションベンの切れは悪いくせにな。キレキレの UK ジョークが決まったところで、ヘイメイ、早く直して言ってやろうぜ。 We are the champion。 聞いてよ。UK ジョーク。
どこが有形ジョークなんだよ。ラジオネーム、これもラジオネームビストロ、有吉さん、5月13日三井金属工業が発表した株主提案の一部が話題となっているためメールいたしました。内容一部抜粋して報告します。提案内容、その1、役員および社員は排便の際、洋式便器の便座の上にまたがり、足腰を鍛錬し、株価5桁を目指して日々踏ん張ること。提案理由、和式トイレで踏ん張ればうんこはたくさん出る、つまり快便は健康によく勤労意欲の源である。コスト削減が何よりも重要なこの折に、洋式便器を和式便器に交換工事するのではそろばんが合わない。そこで社員は排便の際、洋式便器の便座の上にまたがり、下半身の粘りを強化することとする。これを基本動作とすれば個々の能力も上がる。当社社員が日々踏ん張り、コスト削減の重要性を認識することにより健康管理上にも良い結果をもたらすのである。提案内容、その2、資源節約の折からトイレットペーパー代用品として古い新聞紙を使用せよ。提案理由、昨今新型コロナウイルスによりネット上ではトイレットペーパーがなくなるとの誤報巨報が錯綜し、これを機に全国の量販店等との量販店等の陳列棚から商品が消えるという事態が起きた。これは資源がなくなる恐怖心を人類が抱いている証左である。よって新聞紙をトイレットペーパー代用品として使用するべし。日本のトップ企業として社員が率先し代用品新聞紙での使用方法を実践する。硬い紙で肛門からの出血を伴っても気合さえあれば乗り切れることの模範とならなければならない。会社側の反応、本件株主提案に対して当社取締役会として反対するなお、会社側に株主提案をするためにはその会社の株を3万株以上所有する必要があり、2020年5月の三井金属工業の株価から計算しても約6400万円分の株を持っている必要があります。おい株主、今すぐ株全部現金にして有吉 SND のスポンサーになってやれ。有吉サンドリってのはな、貧乏ラジオ番組だ。傾向となるも牛語となる中で世のゲスな小金持ちたちをスポンサー待っているぞ。最後余計のお世話する。めんどくせえ文章だな。お家でもあんのかなと思ったけど全然だな。以上です。Stay Night Dreamer Live on air。さあ、リュウシュウキサンデーナイトドリーム、あっという間に1時間経過というところでございますけど、お誕生日ムードはマジで本当に毎年だけど最初の20分だけだなって引きずらないかねこれ。普通2時間、2時間なんかずっと引きずったりするもんじゃないの。20分だけかおい。いや、まだ届いてはいると思うんですよ。そうなの。はい、まだ精査中の段階で。ラジオネーム、はい、ナオトイモケンプイライミ、福島 FM。 通信技術は発達し、電話などでも声もクリアに聞ける世の中になっているはずですが、なぜハリオムさんからのメッセージは一向に音質が良くなった。そうですね。なんでしょうね、ハリオムさん。なんで悪いんでしょうね、あのね。別に、あれかもしんないよ。音が悪いんじゃなくて、もう滝から電話してるだけかも。滝の音が入ってるだけかもしれない。貴重な場所から。ラジオネーム、杉並のクレイジーボーイ FM 岩手。どうも。お手間クラスのチンゲマンです。誰だ？チンゲマンって誰？チャンデキとかですかね。全然そう。うん、なんだろう、ね。チンゲマン。いそうだし。いや、いそうですけど、もっとわかんねえな。ポコ黒いの方がいい。いや、ポコ黒い。ポコ黒いの方がいいでしょう。ごめんなさい。お手間クラスのポコ黒いです。人気出るわけないでしょ、そんなやつ。ラジオネーム、大化の改新の一撃。有吉さん、お誕生日おめでとうございます。有吉さんのお誕生日である5月31日の誕生花は、花ね、誕生日の花は藤の花だそうです。藤の花の妖精さん、一言お言葉いただけますか。
どうも藤井彩子でございます。有吉さんお誕生日おめでとう。藤井彩子さんからだったんだ。モノマネする気が全くないっていう勢いでした。ラジオネーム大短い快速 FM 滋賀。有吉さんの好きな歌は公表されてますか。あ、これも非公表です、ね、教えてくださいよ。非公表なんですよ、ね、多いですね。あんまり言いたくないじゃない。そうですか。マドンナのライクアバージン。そう、意外だったな。ライクアバージン。一部の地域の方、この時間でお別れ。聞ける方引き続きお願いします。お相手有吉と、はい、山本と関でした。Sunday Night Dreamer。 さあ2020年5月31日日曜日、時刻は夜9時になりました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。はい、今月のアシスタントはタイムマシン3号山本と関太志です。東京半蔵門から生放送でお届けをしておりますサンデーナイトドリーマーでございますけれども、さっき言いましたけど、山本さんからね、誕生日プレゼントでコシティという日本プロあげないですよそんなもの。コシティじゃないでしょ。コシティじゃないですよ。ちゃんと突っ込んでくれと。俺本当にコシティもらったコシティが何か分かんなかったからですよ。イメージもつかないし、コシティは鬼の金棒みたいな形の、まあいわゆる、まあ、ボーリングのピンみたいな形だったりするけど、はい、それの、まあ、機能を、はい、重りですよね、はい、コンボみたいな感じで、はい、そのコンボを両手で回して取れ、肩の関節を鍛えたりとか、はい、手首とか肘の部分に筋肉をつけるっていう運動する棒でございますけどもね、はいはい、ラジオネーム丸福 FM 栃木、有吉さんお誕生日おめでとうございます、はい、猪木さんが太い木の棒を腹に振り落とされる練習の映像を見たことがあります。あの太い木の棒はコシティというんですね。自身の誕生日だというのに我々に知識を授けていただきありがとうございますということで、そのコシティを山本からもらった。いや、コシティって何ですか。でも何回説明されてるんだよ。そういうことじゃなくて、な、何か分かんないじゃん。何で俺がそれをあげてるんですか。トレーニング道具ね。いや、それじゃなくて、じゃなくてワインね。ワインをあげさせていただきました。コシティ状のワインを。ワイン状のコシティなんです。コシティ状のコシティじゃないよ。コシティ状の形状をしてワインですよね。はい、まあ、ワインボトル、うんうん、ボトルというか、まあそうですね、はい、いただきまして、はい、いや、これがだからちょっと、まあちょっと、はい、って言うかな、恐ろしいというかね、はい、ちょっと嫌だなと思ったの、はい、その山本がワインを買ったお店がね、はい、僕が誰かにお誕生日プレゼントあげたりとか、はい、するときに買ってる、はい、あのワインのお店だったんですよ、はい、あの酒屋さんで、はい、買ってたんですよ、はい、あの入らないでください。なんでですか。私の生活圏に。いや、万人を受け入れてるんですよ。アイオープンしてる以上。はい、ちょっと、いや、俺あれ、はい、円で円を張ってるから。ハンターハンターやってないでしょ。ハンターハンターの話。そんなばっかですよ、もう。毎週ハンターハンターの話。毎週出ますね、やっぱり。円で分かってる。ああ、山本が入ったな、あの店に。バレてますから。いや、そうですね。いや、だからちょっと恥ずかしいなと思って。お好みで会えばと思って。あそこの店、いや、まあ、どこかあれですけど、はい、いい店員さんなんで、ね、そうなんですよ。すごい見繕ってくれるんだよな。すごい親身になってくれたんですよ。で、有吉さんの好みももちろん知ってくださってて、はいはい、こんなんどうですかっていう相談してくれて、あ、ぜひそれでお願いしますっていう。それでコシティ状のワイン買ってきて。ワイン状のコシティです。ワイン状のコシティってなんだよ。コシティって何ですか、そのコシティって何だって言うなよ。調べろ、コシティ。出ますコシティ。だから、まあ、それはあれですけどもね。はい、あとは、これ、やっぱりみんな見てるんだな、韓国ドラマ。このラジオでも言ったりとかしたから。見たよ、音は。あ、見ました。見た、今3分の2まで来ました。あ、3分の2まで来ました。ラジオネームドスグロ玉三郎 FM 群馬、ポコ黒井さん、その黒光りするチンポコは生まれつきですか、それとも何かお手入れされてるんでしょうか、何かお手入れの秘訣ありましたらご教授いただけないでしょうか。これでも子供のとこからだね、本当にお前はポコ黒いやつだなって言われてきましたからね。周りからも結構親とかからも言われてたし、うん、でも親にはそれは誇らしいって言われた。お父さんには
結構先生とかが、はい、お前それお前小学生のくせにお前ポコ黒いな随分なんかやってたらええだろうなって言われて、はい、親も呼び出されたりしたんだけど、ね、何があるんうちの親父はね、はい、いや先生にはやって怒られてたけどな、はい、俺はお前のポコが黒いことな誇らしいよで死んだんだけど飛ばしすぎていろいろと落ち悲しい悲しい悲しいなぁネームいい加減スヌーズ FM 群馬ポコ黒いさんが出しているお店チンゲムのおすすめのメニューを教えてくださいまあチンゲムっていうのは日本語訳したら、はい、甘いチンポっていういやそれハニーチンポの方じゃないですか甘いチンポっていうそうなんですねありましたね、なんですけど、はい、おすすめのメニューはこれ言っていいのかな、はい、ポコチゲですえ豆腐チゲじゃなくてスンドゥブチゲはスンドゥブとチゲですよねチンコカラカラく煮たやつかな甘辛く煮つけた豚のチンチンですねああよかったよ豚のチンチンが入ってますああポコチゲああ聞いたことない来てないだって若者が集まるようなインスタ映えの店でしたよあれでもお店の名前が甘いチンポですからラジオネーム論より証拠の大ライスこんばんはマラグニョングニョンですいないよお手間クラスで悪役をやっているものですよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃないそう何にも何の知恵も使ってねえんだよマラグニョングニョンって乱暴な乱暴なメッセージ、まあ、俺らも役者さんの名前しっかり覚えてないからいや、まあまあ、あれはこれでしょうとか言えないんだよそうですね何なんだよコメント記入欄お手間クラスって書いてあるないんだよそんなコーナー福田は大変だよなんだこのコーナー仕分けができないんだよお手間クラスで来てるの急遽始まったからもう今日のメールテーマはねこんなの募集してないんですよそうですね私有吉が5月31日の誕生日ということ で、ね、バースデーメッセージ、うん、お誕生日のメッセージを送ってください全然いいメール来てませんよいい加減しないと本当に私はあなたのおかげで頑張れてますみたいなやつバンバン送ってくれないとそうですね困りますよこんなことじゃ、うん、来てるはずですカリスマ性ないのかなと思われちゃいますよ大丈夫です絶対来てますからラジオパーソナリティが、うん、そうですねいい加減してくださいこの後多分たくさん届きますんで、ね、ご紹介しますんで今日は誕生日だからでも俺今日は手越くんと飲んじゃおうかなブレイクしますさあ続いてはキュンキュンでございます私アリシがキュンキュンとするようなメールを募集しておりますけどね全然送ってくれませんけどもラジオネームハリケーンミキサブロー自分のポコチンが天気と連動していることに気がついた俺連日雨が続いていたが、うん、放課後ポコチンがギンギンに勃起するという晴れのサインが出たので明日は晴れかと思っていると俺の股間をチラッと見た広瀬すずちゃんが友達に明日は晴れるから傘いらないよと話していたなんで知っているのかということよりもすずちゃんが俺の勃起した股間を見ていたことにドギマギしたいそれはドギマギだからキュンキュンしないじゃん久々に広瀬すずちゃん登場したあれチンポ立ってるから明日晴れるよあいつのチンポ立ってるから明日晴れるみたいなまあまあいいな何回か噛んでみたらよかった味がだんだんしてきましたラジオネームオザニー透明人間になった俺広瀬すずちゃんの生入浴シーンを見るため彼女の家にすると風呂にはすずちゃんがおらず阿部サダヲがいた彼の話によると透明人間同士はお互いの姿がはっきり見えるらしい俺もサダヲも妄想と期待でフル勃起している
そんなお互いのチンコを見合ったら俺もサダも笑いが止まらない。こんなくだらないことで笑い合える友がいる。そんな青春過ごしたい。しないんだよ急に。そうですね、インチキ青春もの。キュッとしないじゃん。安倍サダヲさん出てきちゃったよ。何なんですかね。いやいや安倍サダヲさんこのコーナーに。ラジオネームおまっとさんでした。長野めいちゃんと富士山に登り日の出を拝みに行ったのだが、あいにくの天候で日の出は見れず落ち込むめいちゃん。俺はなんとか元気を出してもらおうと、ほーら日の出だよと金玉にスマホのライトを当てる。するとめいちゃんは目に涙を浮かべながら笑い、なんだか笑ったらお腹空いちゃった、おにぎり食べよ。その時食べたおにぎりが今までで一番美味しく、そして塩辛かったとメレンゲの気持ちでめいちゃんに話してほしい。しないわ。金玉にスマホのライト当てて日の出だよ、これに泣くぐらい笑ってくれるんだ。いいやつだな。いや、いい子ですね。いいやつではあるな。はい、好きにはなります。うん。これは全部実話だよね。誰がそんなの、誰の実話？それじゃない。聞いたことないですよ。ラジオネームカンパチ太郎。バンジージャンプをしている俺、準備をしていると係員が地面スレスレに好きな女優のおっぱいを置けますけどと言ってきた。俺は即決で、あ、川口春奈のおっぱいでと言う。そしてちょうど顔面におっぱいが当たるようにゴムをセッティングしてもらい、バンジージャンプをする。俺は川口春奈のおっぱいに顔面を埋めるという夢が叶えられると思っていたが、川口春奈のおっぱいは想像以上に小さく、感触を感じることはなく顔面を地面にぶつけてしまう。俺は顔面を砕きながら、次は新垣結衣で挑戦かなとつぶやきながら2回目のバンジージャンプでも顔面を砕きたい。砕いて終わりじゃないだろ、死んでるだろ。ラジオの帰ってきたドミンゴ。今日は待ちに待った兼尿の日。そんなに言っとらない。CM の始まりだよ。こんな始まりはないよ。ないですね。ありえないよね。もうキュンがなさそう。これありえないです、ね。ありえない、ね。今日は待ちに待った兼尿の日。いつものように女子の尿を眺めていた。ありえないことの連続ですよ。こんな違うんだよな。いつものように女子の尿を眺めていると、橋本環奈が並々に小便を注いだ容器を持ってきたので、俺は、おい、環奈、そんなに小便入れたらこぼれちゃうぜと言い、容器を奪って小便をグビッと飲むと、環奈ちゃんが、あ、それ硫酸と指摘するも、時すでに遅く、俺の体内に硫酸が流れ込む。意識朦朧となっている俺のことなど目もくれず、環奈ちゃんは、容器に小便を継ぎ足し、表面張力ってすごいよね。全くこぼれないもん。と、表面張力の凄さを同級生の浜辺美波らと語り、キャピキャピされた。しないでしょ、キュンって。心配いいよ、うん。心配しかない。そうですね。うん、それ、硫酸っていう、どういう設定？急に。おかしいだろ。ラジオネーム三平。夜の公園をウォーキングしていると、やぶの中からミスターマリックの娘、ルナが現れ、ここから先は有料だよ。通りたかったら2000円よこしな、と仁王立ち。さすがにイラッとして、山賊みたいな真似するなよ！ここは世田谷区だぞ！と反論すると、例の BGM とともにルナの背後からマリックが現れ、頼んでもいないのにスプーンをへし折るマジックを披露し、はい、見物料2000円ねと言って右手を出してきたので、怒りに震えながらザバッと半ズボンを下ろし、マリックの薄汚れた手のひらに
くっせえチンチン乗っけてやりたいもうまたキュンキュンないでしょ。キュンキュンどこにも見当たらない。じゃ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 キュンはないですね全然ないですねえラジオのブラザーフットオブスティール。とある会社のお昼休み、今日も俺は屋上でバレーボールをしている女子社員たちを微笑ましく見守っていた、すると俺の足元にボールが転がってくる。すぐに新入社員の高畑美月ちゃんが駆け寄ってきたので、俺は若いっていうのはいいねと言いながらボールを渡そうとすると、美月ちゃんはありがとうございます課長と深々と頭を下げて、俺の金玉を無造作にむしり取り華麗なトスを上げ再びバレーボールを始める。そんな光景を見ていた平社員溝畑純平が、ちょっと課長、金玉とボールがすり替わってるのを言った方がいいですよ、もし言いづらいなら私から言いましょうかって言うので、俺は溝畑の胸ぐらをつかみゼロ距離まで顔を近づけ、うっせんだおい余計なことしたらぶっ殺すってね教科書通りのパワハラをかわしたファンタジーすぎるないつ入れ替わったしょうもキュンしないじゃん今日特にしないですねしないだろ、はい、しょうもないですね今日あれだよ。ちょっと日記いきましょう。もうこれキュンとしないから皆さんの日記を覗き見しております。ラジオネーム三平。川で釣りをしてその場で調理する YouTube 動画撮ろうと思って挑戦してみたが、ずっとカメラをチラ見している自分がキモすぎてすぐ消去あと声がでたらめに小さいカメラ映り気にしちゃうんだろうな。まあそうですね、しょうがないよな。ラジオネーム緑色。ミランダカーのインスタライブを楽しみたいが英語が全くわからない、もっと勉強しとけばよかったあ、まあそんな内容なんてあんまりないからね、なんとなく雰囲気でって感じかもしれないですけど、ミランダカーにミランダカーを覚えたか、ラジオネームチェコの大砲。スマホのアルバムを見返したら、最後にスマホで写真を撮ったのは3月21日だった。何もなくても1日1枚写真撮ろう何事にも興味を持て俺無駄に撮ってるよ俺も今日もつまんなかったな山本が俺にくれたワインボトルを、はい、持ってガンマンのふりしてるっていう写真撮ったら、はい、スッと出して、はい、上半期一番つまんなかったそれでもつまらない、うん、はあ、そこら西頃ポッとか撮るよりも全然つまらない、うん、上半期一番センスない大賞は山本だね。あ、撮った撮った受賞。いや不本意ですわいやこれ嬉しくない、ワーストだもん。それで音上でもう一回撮らせてくださいみたいな感じで、もう一回撮らせてください、はい、熱い感じでやったら一緒アイディアもねえのに、はい、アイディアもねえのにもう一回やらせてくださいっていう、いやただもう一回撮らせて先輩に粘ったやつだよ、ダメだやべえ。ラジオネームカンパチ太郎。何も食べてないのにクソは出る、体は不思議だなまあそうかな。ラジオネームノンフィクション厚み。10年前に死んだ親父が未だに夢に出てくるんだけど、毎回死にかけのシーンなんだよな、夢くらい元気な姿見せてほしい嫌な夢だな。ラジオネーム菅原。今日はスーパー特売日だった。1キロのバターが700円で売ってて感動して買った。家に帰ってマーガリンだと気づいたまあいいだろどっちでもお前なんて、うん、ラジオネームハイボーラー黒助。暑かったから冷水のシャワー浴びた。心臓がキュッとなってすぐお湯にした。
久しぶりに生きてるっていう実感した。危ないよ、慣れないことをやめた方がいいよ。ラジオネームクロートチェリー。エレベーターで一緒になったおじいさんが、玉がスーパーボールぐらいの数珠をつけてた。めっちゃめちゃ得が高さ。もう佐護城の骸骨じゃないんだから。佐護城の骸骨ぐらいのでかいっすよね。あれ得高いです。これは白白さんのやつ、これあげよう。以上です。Stay Night Dreamer Live on air。さあ今日のメールテーマは、本日私の誕生日ということでバースデーメッセージを、お待ちしておりますけどもね、はい、ラジオネームフンボルトペンギン FM 新潟。僕のチンコは金棒みたいな形をしてますが、これもしかしてコシティですか？コシティじゃないよ、それチンコだろ。誕生日メッセージ募集してるんですよね。そうですね、コシティメールばっかりですよ。謎のコシティ。お前が理解不足だから、山本がコシティって何ですか、コシティって何ですかって言うから、こういう悪いことが伝播してるだろう。いや俺、揚げパンのコシティって何ですかって、ワインでしたよってことなんですよ。コシティみたいなワインだなっつってんだろう。僕はワインみたいなコシティだと思ってんすよ。ないんですよ、無理問答だ。そうじゃないっす。ラジオネームニトロ FM 栃木。こんばんは、アンソニー・ホップキンスです。有吉くん、誕生日おめでとう。今度一緒に脳みそ食いましょう。一回言ってくれよ。アンソニー・ホップキンスさんは言わない、それ。あれ、レクター博士。アンソニー・ホップキンス演じるレクター博士のことだから。アンソニー・ホップキンスさんは、有吉くん、今度一緒に脳みそ食いましょうとは言わないよね。そうですね。二つ返事だけどな。はい、なんでよ。やばいな、この人。怖い、怖いだな。明日早くないの。全然早くないです。8時ですけど、あの、移動がありますんで、3時間寝れますから、5時まで行けます。かわいい後輩だ。すれ違いあるね。じゃあ、脳みそ食いに行こうかな。目的が怖いんだよ。ラジオネーム、プラダを着たカズマ。こんばんは、お手満クラスの脚本家、ガン・シャイケンです。有吉さん、お手満クラス見てくれてありがとう。全然ピンとこないよ、ね、その誰が脚本書いたとか俺知らないから。注目してないです、そこに。お手満クラスの脚本家。そんな名前じゃないでしょ、ガンシャ。ガンシャイケン。ラジオネーム。ハンペン侍。FM 新潟。有吉さん、お誕生日おめでとうございます。うん、有吉さんのちょっと毒のある笑いはいつも弱気になりがちな私に勇気を与えてくれます。あ、すいません、申し遅れました。お手満クラスのマンチンズボです。わかんないよ、いなかった。元がいないよ。なんなの、なんか役名とか言ってくれる。ちゃんとさ、はい、おめでとうございますって言ってほしいわ。そう、リスナーに。そうですね、マンチンズボさんにさ、はい、おめでとうございますって言われてもさ、はい、ちょっとピンポイントですね。そうですね、もう申し遅れようとしてましたもん、最初から。ずるいですよ、それ。勇気なかったよね。勇気なかった。オテマンクラスの出演者ばっかりじゃん。なんか関係あるんですかね。ラジオネーム砂クジラ。ポコクロイさんは、同級生がいじめられている場面に遭遇した際、その黒光りしたポコチンをバイーンと露出して、いじめっ子のチングンスを威嚇しますか？いや、しますよ、それ。しますよ。私はそういうのは許せませんから。ブレないな、やっぱり曲がったチンポが大嫌い。いや、結構曲がってますよ、みんな。多少どっちかに。完璧
的な対象ってのは俺聞いたことない。そり立つ壁と呼ばれてます。難攻不落。ポコクロイです。そり立つ壁、ぜひご覧ください。断線しちゃった。断線来ました。ついに片言の聞いてください。1曲、山口百恵さんの楽曲がサブスク開始されましたということで、プレイバックパート2。 Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.com/dreamer Sunday Night Dreamer。バカにしないでよ、そっちのせいよ。今の言葉ナイスヒップナイスヒップって言ってるよ。定期的に言わなきゃダメなのかな。私の CD、うん、ナイスヒップヒップアップ上げた。すぐ上げるんだよ。スキップブームだいぶビューティーな今日は。スキップブーム来てるんだよ。上げますね今日。あげぽよ。急にどうしたんですか。あげじり。流行らないですよ。ヒップアップ。ナイスヒップで。まあこの言い方するとちょっと精通してる感じが。東京半蔵門から有吉弘行と、はい、タイムマシンさんの山本と関太がお送りしております。続いては2種類大喜利ということでございます。最初に思いついた回答、よく考えた回答、2種類の答えをいただいております。今日のお題は集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー、集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバーというお題でございます。ラジオネームグリーンツアー、集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。パッと思いついた答え、母ちゃんに電源を切られる。しっかり考えた答え、ドラクエ12が発売される。まあお前の中ではゲームオーバー、やめ時というか。確かにやめ時難しいよね、ああいうの動物の森シリーズってな。結構早い段階で俺飽きちゃうんだよな。あ、やってる人はやってるよね。そうですね、僕やってますけど、まだ結構やってってますね。面白い。はい。だらだらと続けれるというか。結構ほら、気合い入れると作業芸になっちゃうじゃん。あ、そうですね。そうなってくると辛いんだよな。はい、でも、やめずにはいられないしっていう。絶妙なバランスですよね。うん、どうしてんの？いや、これ僕も、まあ大体1日1時間ぐらいとかって決めて、なるほど、今日はちょっと日本庭園のとこだけやろうとかそういう感じで。楽しんでますよ、ちょうどいい感じで。あ、じゃあいいのね、ペースがね。はい、素晴らしいね、うん。ラジオネーム、うつぎあやめ。集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。パッと思いついた答え、海で溺れたら。溺れないよね。いや、ないそういうのないよね。パッと思いついたのに、はい、よく考えた方聞いてください、はい、集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。よく考えました。喋ってる言葉が文字を読まなくてもちゃんと聞き取れる。ゲームオーバーじゃないだろう。もうやりすぎたってことだな、まだ。聞こえるようになってきたっていう。ラジオネーム、卵かけタイマイ。集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。パッと思いついた回答、動物がいなくなったら。まあ、早さって。早さはね、はい、速さがある、はい。しっかり考えた回答、お金がなくなり、馬を走らせ、その勝敗にお金をかけ始めたら。確かにね、動物の森なのに馬だけそんな競走馬にしてるっていうのが難しい。ラジオネーム、朝方カサス。集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。パッと思いついた回答、隣の島から攻め込まれる。しっかり考えた回答、いきなりステーキが一気に3店舗出してくる。終わりそうだな。でもまだ終わりじゃないなって感じするよな。ね、いきなりステーキ側も弱る可能性がある。まあまあまあ。そうですね。ラジオネーム、ごまかしフィーバー。集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。パッと思いついた回答、水に落ちたら。これかぶってる。かぶってるよ。パッとだから。はい、はい。さあ別にかぶりますよ、はい、そんなことは。集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。しっかり考えた回答です。
人間になったら。なんかテーマでかいっすね、うん、そうだね、はい、なんかみんなが呪いかけられてる、ね、それ解いたらというか本当はゲームオーバーになんないでしょあのゲーム。いや、ならないですよ。終わりなんてないですよ。なんか別にほっといても、はい、なんかゴキブリ出たりとか虫出たりとかだったっけ。そうです。そのぐらいでも全然別に、うん、ゲームオーバーにはなんないでもね、別にそうですね、何年経っても、うん、はい、ラジオネームプラダを着たカズマ、集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。パッと思いついた回答、高いところから落下してしまう。水と一緒。やっぱ死なんですね。死ぬとこ概念が。はい。集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。しっかり考えました。島に設置した、島内放送のスピーカーが壊れて、試合後の亀田大輝が歌う、フォルテシモが流れ続ける。考えすぎる。考えすぎた、うん、ラジオネーム滝川雄一郎、集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。パッと思いついた回答、隕石落下。まあな、はい、しっかり考えた回答、住民たちがこれって人間の真似事だなと気づく。怖いね。人間に戻ったり。そうですね、人間の真似事だな。呪いなんだ。ちょっとゲームオーバーだって、それで。ラジオネーム、滝川雄一郎、集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。パッと思いついた回答、島が宙に浮かぶ。うん、しっかり考えた回答、島の面積の半分以上が刑務所で埋まる。フィリピンじゃないの。怖いね。半分以上。半分以上刑務所っていうことはもう、それ以上に犯罪者はいるもんな。そうですね。ほぼ全土に犯罪者がいないと。怖いね。関って どういうプレイ、なんか目指してるところあんの、はい、なんか。その動物の。焦点を出すじゃん。はい。どうして森の開発したいのか。はいはいはい。店で金儲けしたいのかとかいろいろ。ああ、ありますね。バラを増やしたいっていうのは。ああ、素敵。意外と素敵だな。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうとこあるな。はい。花の後輩とかでやっぱり。お前ね。はい。素敵だ。ありがとうございます。素敵やん、差し上げて。嬉しい。大事にします。はい。素敵やん兄さんから素敵やん差し上げておきます。頂戴します。いそうだな、どうつもり。山本は、はい、やってないの？やって、まあ、もうほぼほぼやってないですけど、僕はでも金にしか執着してなかったんで、ひたすら金集めてましたね。舐めとんかの。舐めとんか。お前舐めとんのか兄さんからね、はい、舐めとんのか差し上げます。全部安直なんですよね。兄さんの。全種類兄さんいるんだ。もう言葉が兄さんになっちゃってるから、もうそれしかもらえねえんだろうなって。ラジオネーム、たまず。集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。パッと思いついた回答、死んだら。最悪だな。そうだけど素直だな。カッコつけてはないわね。まあそうですね。集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。しっかり考えた回答、貝殻を耳に当てる以外にやることがなくなったら。全部やったんだな。全部やったんだ。じゃあもう終わりだな。そうですね。まあクリアというか。ゲームオーバーってか、まあクリアだよね。そうですよね。ハッピーエンドというか。ハッピーじゃないけどね。終わり方。ラジオネーム、無味無臭。集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。パッと思いついた回答、村同士の戦いに負ける。まあね。しっかり考えた回答、村の習慣に馴染めず、地元へ帰る。地元でのゲームがあるだろ、じゃあ。それがあれっぽいじゃんか。うん、ね、ラジオネーム、ゴールドボール。集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。パッと出た回答、徳川埋蔵金を掘り当てる。まあ、クリアだな、だよ、ね。よく考えた答え、真中監督に似た動物が、ドラフト会議で当たりくじを引いて、本当のガッツポーズをする。この考えすぎたな。考えすぎたなって。ラジオネーム、そうだな、
サイン Z、 集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。パッと思いついた回答、みんなが喧嘩をしだす。幼稚なんだよな。パッとなると幼稚になるよね。そうだね。バカなんですね。集まれ動物の森、どうなったらゲームオーバー。しっかり考えた回答、集まれ動物の森の森にいたはずなのに、されゾンビの墓場に迷い込んじゃった。これは美味しい、これあげときましょう。パン、以上です。スネイナイトドリーマーライブオンエア is using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.jb/dreamer Sunday Night Dreamer。 次回の2種類大喜利のお題はこれにしましょう。人生を野球に例えていいこと言ってください。人生を野球に例えていいことを言ってください。まあ、9回裏までわからないとかね。あとなんかいいのありました？野球って。野球はツーアウトからとか。野球はツーアウトから、はいはい。まあそれ野球のことだけどね。いやまあそっか、人生ね、人生追い込まれてますからね、人生だと。なんだろうね、何があるんだろうね。野球でいいことって本当は何だろう。ああでもなんかありそうですけどね。うーん、名言っぽい。それ思い出さね、出さねえんだったら、はい、リスナーにやってこいよっていうのも、ちょっと難しいな。でもなんか考えたらっていうことじゃないですか。塾校で。生きてるだけでホームランみたいな、なんかこう。ダサいね。いや、ちょっとこれなしにしよう。あ、自分たちがあんまりピンときてないもん出すわけにいかないから。じゃあちょっと改めて。うん。今のなしです、はい。もう書き始めた人、すみません。すごい。優秀優秀。今聞いた途端にパッと思いついたの書いてる人はいるから、はい、真面目に。そうかそうか。すいません。はい、これはちょっと、はい、なしです、はい。9月入学のメリット教えて。9月入学、どうもなりそうにはないけど、はいはい、まあ、あるんじゃないかって噂されてました。9月入学のメリット教えて。本来はまあ世界中の大学のね、入学と時間、時期が一緒になるから留学しやすいとか、そんなことだったりとか、まあ今の小学生たちの遅れを取り戻せるとかね、まあちょっといろいろあるそうですけど、9月入学のメリット、本当のことを教えてください。続いてコーナー、良かったぞ。もしあなたが〇〇だったら世の中はどうなっていたか。あなたがその何者かじゃなくてよかったぞというメールを送ってもらってということでございます。はい。ラジオネーム、サイレント失格。俺がスキージャンプの選手じゃなくてよかったぞ。俺がスキージャンパーだったらな、ズボンのチャックを開けたままジャンプして、飛んでる時の風圧で、おちんちん刺激してたぞ。はい。よかったな、はい、本当によかった、ね、危ないですなくてよかった、うん、ね、豆腐小僧。俺がガンダムのパイロットじゃなくてよかったぞ。俺がパイロットだったらな、怖くて怖くてコックピットの中でな、ションベン巻き散らかしてたからな。いや、防水でしょ、ガンダムの中。よかったな。ションベンと漏らすのかな。マジで怖くてションベン漏らしたこと俺ないけどな。笑ってションベン漏らしたことあるから。笑いすぎて。小学生ぐらいの時って、ションベン結構我慢してるじゃん。してますよ。だからめっちゃ笑うと、ジューッと出る時あったな。笑いすぎちゃって。うん、恐怖ではまあ確かにないよね。映画とか漫画でよくありますけどね。恐怖でしょんべん漏らせつけたことないね。そうですね。なんだろうね、あの描写ありますよね、ヤンキーとかの、うん、はい、ジョーっていうね、うん、はい、いや、そういう意味ではね、あの文化放送の
あ、四ツ谷の文化放送が四ツ谷あった頃に、女子高生の女の子から、ちょっと車の影パッと隠れたから、何事だろうなと思ってな、追いかけてったら、ノションしてたっていうのは、あるけどな。あるけどな、じゃない。あるけどな。何回言うの？本当です。何百回言ってんの、この話。本当そう。最初からちゃんと順立てて話さないとね、伝わんないからね。いや、怖いですよ。女子高生とおしっこと覗いたって、なんかいろいろ結びつくと。つまみすぎて。怖いですね。あれは別に怖くてしょんべんしてるだけじゃないもんね。じゃないですね。それは我慢できなくて。模様して、はい。それでは、それとは違うんだな。それはまだわかります。はい、その後もう、見に行ったってすごいですよね。え？いやこう 見に行くだろ、何だろう、心配だから、気分で悪くなったのかな、行ったらさーっと逃げて、はい、そこにはほのかに湯気立つ少年そりゃ逃げますよ。で触って、星は近いな。いや見てたでしょ今。アウトです。完全なる黒です。そうですね。あなたが星です、これは。獲物はまだ遠くに行ってない。自分です。見てますから。ペロ。いやいや麻薬操作みたいな。シャムか。いやいや麻薬操作みたいけど。シム。ん？ショベか。ショベって言わない。シャムみたいな感じで。インゴで。ショベのこと。ショベ。シャブをショベって言うんですか。ショベ、あ、ショベショベ、いや、強く言われてる。こっちのこだわりなんですか、それ。反省しづらいですよ。ラジオネーム、カンパチ太郎。俺が、陰金タムシじゃなくてよかったぞ。俺が陰金タムシだったらな、書いた手を洗わないからな、陰金タムシが顔面に広まってたぞ。いや、これよく来ない、陰金タムシの件。松村さんみたいな。ラジオネームハリケーンミキサブロ。俺が銀行員じゃなくてよかったぞ。俺が銀行員だったらな、同僚がみんな帰った後、誰もいない銀行でな、強盗ごっこしてたからな。全然面白くない。なんだよこれ。よかったぞじゃないよ本当に。俺、ラジオネーム緑色。俺が大河俳優じゃなくてよかったぞ。俺が大河俳優だったらな、馬乗れなくて合成でやってたぞ。やれよ。みんな乗れんのかな、練習するんじゃないですか。なるんだろうな、乗馬とか行ってる人いるもんな、ちゃんとな。ラジオネームサイレント失格。俺が王様のブランチのレギュラーじゃなくてよかったぞ。俺が王様のブランチのレギュラーだったらな、収録時間が長すぎるからな、おむつ履いて出演してたの。なんだよ。トイレ行けよ。ねえ、みんなしてんのかな。渡辺さんとか佐藤しおりちゃんとか。してないよ。CM 中行きますって。長い VTR とか、はい。俺だったらどうするかな。俺だったら紙瓶用意するね。紙瓶。いや置いとくのはちょっと。締めでいいっすよ。共演者もいますから。見える。見えるのはちょっと。以上です。Stay Night Dreamer Live on air。 さあお別れの時間近づいてまいりましたけど、これすごいわ、みんな早い。ラジオネームペチャウサ FM 鹿児島。2種類容疑リー、さっきのやつ考えたって。人生を野球に例えていいこと言ってください、はい、パッと思いついたやつ。カレーはホームラン並みに美味しい。いい言葉だな。いいですね。よく考えたやつ。一塁に進むのは小学生、二塁は中学、三塁は高校生、ホームに帰れば社会人だ。頑張れ新入社員。すごいすごいすごい早い。これはあげよう。すごいな。まだいる。ラジオの黒羊 FM 群馬。人生を野球に例えていいこと言ってください。パッと思いついた回答、走り込みは裏切らない。そうだね。熟考した答え、甲子園に魔物はいるが俺の人生にも魔物はいる。
早すぎた。ちょっと時間。ラジオネーム狙撃兵も考えてくれました。FM 群馬。人生を野球で例えた。すぐに思いついた回答。常にフルスイング。あ、まああるね。しっかり考えた回答。決めに行くときは落ち着いていけよ。ロジンバッグを一回触るんだ。全然上手くない。野球すぎないですかこれ。素晴らしい。でもね、いや早いですね。すぐ考える。みんな考えてみましょう。まあ これはなし、はいはい、次は9月入学のメリットでしたっけね、うん、メリットはということで、2種類の答えをお願いいたします。今日誕生日気分も一切ないんですけど、毎回このラジオで誕生日気分忘れさせられるんです。誕生日 G エンドラジオでございます、ね。アシスタントお二人、はい、本当に息のいい若手を差し置いて、息の悪いね、皮肉すぎます本当に。アフリカの魚屋で売ってる魚みたいな。干からびてんなもん。できないし。干からびてんな。来てください。そうですね。一ヶ月間。はい。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ご自身のラジオもやってらっしゃいますね。そうですね。ね、はい。何でしたっけ。せーの。俺たちの穴。っていう。はい。ありがとうございます。あとは藤田ニコルちゃんのラジオのアシスタントも務めてらっしゃいます。はい。お声が聞きたいリスナーの方はこちらのラジオを聞いていただき、はい。お願いいたします。ラジオネーム、ロアの色合い、FM 岩手。あー、お手満クラスのオーディション会場、ここですか？違います。違います。違います。終わってないの？まだ。ラジオネーム、東北自動車道 FM。お手満クラス楽しく視聴させていただきました。とてもワクワクする展開、面白いドラマでした。あ、申し遅れました。私、お手満クラス視聴者、タマスジュ。また来週お会いしましょう。